ゴッドキャンナー。はい、どうもゴッドです。しずくです。よろしくお願いします。この番組は毎週火曜日21時から22時の1時間、スカイツリーそばの押し上げ駅から徒歩2分にあるワロップ放送局から公開生放送でお送りいたします、うん、ということでね、巷でどん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 騒いできたオリンピック東京2020か、はいはい、まあ、2020年だよね、はい。まあ、このオリンピックに、まあ、一応今ね、今5つぐらい候補が上がったのかな、はい、追加種目で、はいはいはい、なんだっけ、野球、ソフトボール、はい、空手、うん、それからサーフィン、あと何だっけ、この山なんか登るやつ、クライミングって言うんですかね、はい、そうですね、うん、まあ、5つぐらい上がったんだけど、はいはい、まあ、問題はね、うん、最終的に、まあ、なんていうの、若い子なんだよね、うんうん、若い子がオリンピックをどんどん興味があるように、はい、こう仕向けるために、今スケボーとか出たわけ、ロッククライミングとかサーフィンとか、そうそうそう、うんうん、で空手っていうのはやっぱりもう日本の、うん、やっぱりその伝統あるものだから、うんうん、まあ入る可能性は野球とか高いよ、ね、でも空手人口ってめっちゃ多いんでしょ、うん、おいおい全世界に、うん、あの日本だけでも200万人いるから、そんなにいるんだ。空手はやっぱりほとんど日本ではもう全国空手連盟、全空連ってね、うんうんうん、まあ、あの全空連っていうところがもうほとんどメインになって、うん、世界でもたくさんこの組織があるよね、うんうんうん、俺的には空手が、まあ、好き嫌いは別にして、はい、まあやっぱり、日本の、まあ、一つの、空手といえば日本だろっていうので、まあ、入ってほしいよね。そうですね、うん、確かに、まあ、入ると思うんだけどね、はい、そして今日の私のブログが思いっきり間違えていたと、うん、あ、そうなの、なんかね、今日ね、うん、ゴッドから聞いたのは、うん、元サムライローズさんのアンジェリカさんが来てくださるっていう話だったのに、それもすごいいい加減情報でした、うん、私何回も確認したのにね、うん、サムライローズって言ってたらアンジェリカって出たから、はい、この子が来るんだと思ったわけ、はい、そしたら見た人はいっぱいいたから、アンジェリカさん誰ですかって言ったらえ、アンジェリカさんなんかいませんよなって楽屋俺はびっくりしてえ、アンジェリカさんどこ行ったのって言ったら、それ初代 あの、ね、メンバーですって言われてはね、え、しかも私え、アンジェリカさんしか来ないって聞いてたんですけど、元サムライローズのメンバーさんで、うん、今、うん、新たにこうアイドルユニットをこう組まれて頑張っていかれる方がお越しくださるので、うんうん、まあそうだね、まあ、でもサムライローズイコールサムライ、ね、アンジェリカっていうのポンと出たんで、じゃないです。はい、では一旦 CM です。ゲストが変わりました。今から、このコーナーはゴッドが皆様に伝えたいことを好き勝手にお伝えするコーナーです、うんうん、自己紹介どうぞ。マナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日なんでマナに来てもらったかというと、うん、はい、先月の、まあ、ちょうど1ヶ月前ですね、うん、7月の1日から4日までロサンゼルスで行われたアニメエキスポに行ってきたんですが、もう人が多くて多くて、もうあれ何25万人とかなんか言ってたけど、すごかったです。5万人ぐらい来るんだ1日ね。で、4日間で20万人、でも去年が25万人でしょ。もしかしたら多かったかもしれないですよ、今年の方が。分かんないですよね。またアバウトで喋ってんないか、ね、いや、分かんないですよ。でもそれは結局発表 されてされたのてるんかな、どうか分からへんけど、30万人超えたとかいうなんか情報も出てるけど、うん、25万人ぐらいいたって言ってるし、うん、まあその間でしょ。その時に一緒に行ってもらったと、マナにね、うん、そうだよね、撮影とね、うん、あのブース出したよね。ブース出しましたね、うん、マーズベイビーね、あの初じゃないか、はい、ジャパンエキスポで出した以外な。そうですね、うん、アニメエキスポすごかったな、ほんと。まず、マナが
あと私たち別々で行ったんですけど、うんうんすね、ちょっとマナが仕事で遅くなっちゃったんで、うん、私たち先行ってマナと合流ホテルで合流することに、うん、最初食事しようって言ってたんですけど、うんうんそうですね来れなくなって結構なこうそこには物語があったというまあそうだねあのブログでなくて、ね、フェイスブックで言ってたけど金童中だね俺はあなたが困ってる時に小山田とあのずっと食事してたよ美味しい食事を大体ね一人で行けます海外無理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 でしょ、うん、私も絶対ちょっと一人旅は怖いんですよ飛行機に乗る前に電車のあれなイメージが分かんないじゃん まず分かりにくいじゃん電車それは日本の国内でしょ、うん、それは無理だもんまあ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 大体あのほら途中前で乗り換えてなんかほら行くじゃんあの途中前の知らない人からしたらぐるぐる回るぞあれ、うん、でもバス乗ったらいいだけなんであの空港まではそうですね六本木行くの難しいぞ六本木とか行かないからあの六本木出てるリムジンバス乗ったらいけるんでなんで電車の話してんのバスのいやだから空港今まではリムジンバスで行くのが一番楽なんですよそうですね空港の話、はい、俺六本木行く話じゃあ六本木だって行かないでしょ飛行機乗るのになんで飛行機の話終わったじゃんその話は違います今アメリカの話してるんで俺はで、ねうん、六本木の話あ六本木の話はじゃあ終了させてください、うんはい、だから、うんま、で行けないでしょ絶対行けないと思うんですよ海外に無理海外にっていうかあそうそうそう一人で、うん、だってねキャビンアテンダントさんがなんかこう聞いてくるじゃないですか、うん、お肉にしますかとかそれも自分で答えないですからね何言ってるか聞いてって言われて、うん、全部私が答えますからねなんとかイートアンドブレファーストとかなんか言うんだろあうんまあまあ朝ごはんのどれにしますかとかそれぐらい分かる俺だって分かるけどその選ぶのに間違えたら困るから、うん、いや指さしたらいいじゃないですかこれってなるほどねなるほどこう自分でこうなんか無理やり喋ろうとするから通じないですよね多分ねまあそれもあるし、うん、ステアですがこうやって向いてくれてないから、うん、こうやってさせないいや向いてくれてますよちゃんとあそうちゃんとこうね、うん、ゴッドさんとは言わないですけどひろゆきさんって言ってくれるじゃないですかじゃ名前をなだ全部名前登録してあるんですからあそうなの、うん、俺でもあれだよちょっとあの暗くなってる時に、うん、あのカップヌードルが欲しくてあのちょっと呼んでカップヌードルで刺したら、うん、向こうもいてるぞそれは多分夜中やからじゃないですか夜中は向こう向くのいや向こうは向かないですけどちゃんと聞いてくれますよで遅くないけどカップヌードルって言ったらはいって言われて、うん、なんでホワイトなんだよってカップヌードルって言ったらなかったのそのメニューにカップヌードルがてか多分うどんだったわこと言ってることが通じないんですよどん兵衛と通じないどん兵衛も通じないです多分なんでどん兵衛それはやっぱこう指さすか、まあ、カップヌードルって一生懸命カップヌードルって言うかな飛行機に乗る人が日本語少ないじゃん日本語できる人なんであんな少ないのあ だったら日本の航空会社に乗った方がいいですよ高いじゃん、まあ、高いですけどね基本高いよな日本の航空会社ジャルとかめっちゃ高いじゃん日本の航空会社だとあの日本人がたくさんアシアナ乗ったらなんで韓国人ばっかりいるのそれは韓国の航空会社だからですようん、でも大体日本から発着日本から出るのと日本に到着するのは一人ぐらいは乗ってるんですよ大体、うん、その一人つかめるのが大変やん名前覚えて山田さんやったらいいけど山田さんって分かんないけど だからその来てくれた人に日本人お願いしますって、うん、ジャパニーズプリーズって言ったら呼んできてくれますよこんな通勤かと、うん、でもそんな難しい注文も別にないじゃないですかこの前言うたんやジャパニーズプリーズってそしたら新聞来たぞあ日本語の新聞が来たよそれあるかもしれない困ったんやそれで人が新聞読めへんねん俺も新聞いらんねん、まあまあ、人が欲しいねん確かにありがちですねあまあそんなこんながありまして、うん、ちょっとそこのアニメエキスポで映像撮ってきました、ねうんうん、あなるほどちょっと一旦見、うん、はい見ましょうアニメエキスポ、何十万人でね、今日2日目なんだけど、俺がプロデュースしているマーズベイビーメイン、これもしっかりと PR してるんで、よろしく、はい、こちら、マーズベイビーのネイル、作っていただいたんですが、みんなやっぱりこれ、目に留まりますね、でやっぱ女の人とかはこういうの興味あるんで、どこで買えるんだとか、いつか販売されるんだとかいうのを聞いてもらって。まあ、まだ今ちょっとできない状況ですが来年には販売されますみたいな感じでウェブサイトをチェックしてくださいねみたいなことを、まあ、英語で言えないので毎日言ってもらってみんな結構興味持ってもらってどんどん買われます
売れるようになるといいなと思います。こちらマンデーのアクセサリーブレスレットにもなりますし、ここの部分を変えればペンダントにもなります。すごいいい感じで可愛く出来上がってると思います。すごい高級感もあるので、これをこれから販売していけたらいいなと思っております。マンデーのアクセサリーね、これもね、青梅さんとか、その方がね、スーツをね、原材料に作ってくれて非常に高価なものでね、非常に俺も聞いてるんだけど、マークリンのアクセサリーよろしく。そしてね、これはもう俺がね、プロデュースしている、ジャミ船長のね、会社である、ジャミラという感じのね、ジャミラ、ジャミさんの、まあ、ストラップという意味でジャミラってなんだけど、まあ、これ非常にね、これから仕掛けていくんだけど、まあ、マークリンとコラボしたジャミラ、白色の皮とかヘビの皮を持っていくとしてね、抜け殻まあ、こういったのを物質として対応して、こうやってまあ作るんだけど、まあ、こういう商品なかなかないんでね、まあ、改良術としても皆さんよろしく。お部屋のメイクスポに出店していただくと宣伝させていただいておりますが、来年はですね、このコスプレイヤーの半分ぐらいのマスベイビーになればいいなと思っております。楽しみにしておいてください。ロサンゼルスのコンベンションセンターで、もうこれ2日目なんだけどね、まあ、何十万人も来てるね、大イベント、そこに、まあ、ゴッドワールドエンターテインメントっていうね、俺の会社から、このマーズベイビー火星の赤ちゃんね、いよいよ登場して、まあ、いろいろ大宣伝してるんだけど、まあ、このシドルの、ね、歌ってるハッピーハッピーワールド、この曲もね、まあ、CD をね、並べたりして、まあ、いろいろと PR させてもらってるんだけど、まあ、とにかくこれから仕上げていく、このマーズベイビーよろしくアニメエキスポ。いや、何喋ってるか全く聞こえなかったね。いや、めっちゃうるさかったんで、とにかく現場が本当にあのすごい人だったんで、人が多かったね、うん、俺も人で酔っちゃったもん。大体ね、だってね、どんな感じのブース出てるかなと思って見に行こうとするだけでも、その人の波にもう、避けるだけでも大変やったんで、一番衝撃的なのはあそこで唯一売ってる、あのわけのわからん食べ物、クソ高くてクソまずい、何あれ、だってね、あれこんなお水が4ドルですよ、4ドル400円な、そう、400円するんですよ。これっていうのはさ、今食べ物なんだけど、食べ物だからめっちゃ高いですよ。あれは何なの、あの食べ物は一体、あれは、あ、なんか、ね、俺が食べたのメキシコ料理かな、ね、ケバブか、いや、ケバブじゃない、なんかあれトルコ料理だ、なんかね、豆のなんか入ったあれ何なの、あれなんか煮たやつみたいな、なんかそんな、俺なんであれ頼んだの、豆嫌いなのに。いや、だってそれぐらいしかなかったんですよ。あ、なんで、ね、豆の料理はじゃなくて、俺が頼んだのは豆じゃないじゃん、何なのあれは。いや、なんか豆ですよ、ね、豆は頼まない俺、豆チキンかなんかのなんですけど、 でも豆が入ってんですよ。それ儲けたらええがな。いや、無理なんですよ、ほとんどが豆だから。必ず入ってるですね。ほんで、なんかパンみたいなのもなんかすごいまずいですよね。あのパンなんやねん、あのまずさ。なんか日本では出会えることのないまずさなんですよ。アニメエキスポもっと美味しいもの作れよ。あの大雑把な味というか、すごい。だってマナが残したんだから、絶対残さないのがほとんど食ってないっていう。なあ、何の話や。なあ、財団。
はい、そんな珍道中もありながらですね、皆さんにいろいろと写真を撮って一緒に撮っていただいたんですね。そうだね、うちのキャラクターとね、マーズベイビーと一緒に見てもらいながらお話を進めていきたいと思うんですが、まずまあ私が考えたのが、まあマーズベイビーと一緒に写真を撮ってもらったり、まあマーズベイビーだけを撮ってもらったりして、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかにハッシュタグをつけてあげてもらおうと思ったんですけど、やっぱりそのハードル高いんですよ。まず言葉が喋れない。そうやな。で、あげてもらったらこうマーズベイビーのね缶バッジ非売品作ったんですけど、それをプレゼントしようかなと思ったんけど、そうだな、最初に通訳の人も頼んでたんですけどね、来てくれたのがちょっと1日目終わったぐらい。通訳が来たのは、だいたい通訳頼んで通訳が来るのが1日目が終わる頃に来て、終了時間いろいろあって、そう、でもびっくりしたよ。空港で引っかかっちゃったっていう、ね、空港で通訳が引っかかったってどういうことやな。で、なかなかこうなんか入国審査に通らなくて入られなくて、なあ大変だったよ。いろいろちょっとあって、で通訳がいなかったんで、私たちだけでそれをしようと思っても、まあ、一応貼ってはいたんですけど、それじゃ伝わらないから、身振り手振りで言うんだけど、なかなか無理なんですよ。でも仕方がないと、とりあえず写真撮らせてもらったら OK ってことにしようということで、だんだん変わってくるやり方が。で写真撮らせてもらう、ね、まあもう片言の英語で写真撮らせてみたいな、撮らせてもらったり、あのテレビの下になんかほら、ま、四角いのがあるけど、はい、あんなに今それワイプで写真がその様子が流れてるんですが、俺見えないじゃん全く。うん、それまあゴッドは見えないと思いますけどね。目が悪いからな。こうやっていろいろ、あのもちろん私たちのカメラで撮ったやつはこうやって写真残ってるし、そうなんだ、ご本人のお客さんのカメラで撮ってもらったやつもあるんで、まあいろいろ SNS に多分アップしてくれたりとか、自分であこんなんあったなっていう思い、このキャラクターは何ですかっていろいろ英語で質問されても分かるかよな、うん、そうなんですよ。なんか一生懸命言うてんねん、これはなんとかかんとかって。だけどジャパニーズね、俺が作ったキャラクターあんた分かるかっていう、中国人みたいなことになってるだからもう答え一生懸命、あの聞いてくれるけど、なかなか答えられないんで、まあもうチラシをバッと渡して、まあそうだね、読めって話だなそうそう、まあ、あとは、まあ、昔俺英語ペラペラだったんだけど全然できなかったのよ絶対ちゃうと思うわそれイメージでしょ、イメージ喋れてる、イメージ英語ってあんねや、もうそんな喋れてるつもりになってただけじゃないですか。いや、まあ通じるよ割と本当ですか。通じてよ、俺の英語は昔は通じたんや、今は分かんねえやもん。単語が変わったんや、1万語増えたやろあれ高知県かなんか増えたんや1万語。ああ、うん、でもまあまあ英語も増えるんかな。増えてるよ、増えるんかな。なんか日本語とかいろいろ流行語とかも入っていくじゃないですか、うん、やっぱりそれあるんかな。これはペンですっていうのが、例えば This is a pen とするやん、うんうん、それもいろんな言い方が増えてん。どういうの、例えば、いやいや、例えばテレビをつけてくださいって言ったら、うん、なんて言う、ペンの話じゃない、いやもうペンは忘れろ、ね、あのテレビをつけてくださいって英語でなんて言う、知らないわ、テレビをつけてください、ターンオーティービー、おー、ホテルはそれはそれしかないわ1個だけや、2個もないわ、まあ、よかった言ってくれてサンキュー、それでだんだんね、分かってきたんで、それまあ、私が分かってきたんじゃないですけど、この、まあ、マナと一緒に、ジャミ船長と、そしてそのパートナーの入江さんっていう方が一緒に行ってくれたんですけど、もう二人の営業がすごい、営業力がすごい、ね、英語ができないのにどうして営業ができるかって、英語と営業、ものすごく近いんだよ、言葉すごく近いんだけど、なんですごい、もう推しが強いんですよ、推しか、ジャミさんがまずうん、目力そう、俺と目が合ったやつは必ず引き寄せるって言って、そうだね、写真を撮ら、で入江さんがそこに畳みかけるように営業して写真を撮らして、でも日本語で喋ってんのあれ、いや英語ですよ、片言英語で、でも英語が発音が上手いのか、とりあえず声が大きいのか、どっちかだよな、それでね、だんだんね、ちょっとやっぱり私ももうめげてたんですよ、なんかでもコスプレをしている人は比較的撮ってくれやすいっていうことに気づいたんですよ。それでそういう話になって、じゃあコスプレイヤーに、話しかけようっていうので、コスプレ写真撮れるの好きだもん。そうそう、でもね、コスプレイヤーもなんかやっぱりこだわりがあるんだって、自分のフォルムを崩すようなのはダメなの。そうですね、だからマーズベイビーと一緒だとダメとかいう人もいるし、全然 OK だよっていう人もいるし、やっぱこだわりあるんですよ、自分は誰々になってるっていうのがあるじゃん。なあなあ、なるほどな。そのキャラクター持った瞬間にこのキャラクターは登場しないもんな。そうだったらゴッドと同じですよ、俺はゴッドだっていうのと一緒ですよ、ね、まあ、だからそこは考えて、まあ声をかけて OK な人は撮ってくれるっていう、俺サングラスかけてものすごい派手な服着てたけど、誰かコスプレと間違えたみたいで、へーとか言ってきた。あー、誰のコスプレやろ。
いや、俺は俺のコスプレだ。いや、誰の、俺は俺のスタイルだけど、コスプレはしてないよ、一個も。してないけど、コスプレ、それでコスプレと間違えるぐらい派手な服ってことよ。普段着やん。まあ確かに、でもね、ゴッド割と比較的馴染んでましたよね。そんなに違和感なかったですよ。服のこと？うん、なんかこう、もっと派手すぎるから、みんなが。だってコスプレやってて変装じゃん、あれは。あれも覆面じゃん。覆面っていうかね、ミグマスカラスとか分かれへん。分からないけど。いや、昔のフォロー分からないけど。ドスカラスとか言ってたな。結構だから、あの、ほら、こういう方とかね、すごいもう結構全身、こういうの。こういう方で見えないじゃん、俺、あんなちっちゃい画面。ね、こう結構もう頭から足先。でもやっぱりポケモン人気あったな。ピカチュウ人気ありますね。ピカチュウ人気あったな。あとは何？あと、なんか、あ、ナルト。ナルトですね。ナルト人気あったな。あとドラゴンボール？ドラゴンボール。この方もドラゴンボールの T シャツ着てはるし、あ、スパイダーマンおったんですよ。あ、おったおった。スパイダーマンって声かけたらめっちゃ喜んでたよね。そうそう。で、このなんかポーズしようね。そうそう。あとほら、あの、なんとかいう、あの、ほら、あの、アリス・イン・ワンダーランドの、このハット。あ、マットハッターね。マットハッターもおったやん。おった。あと、ベイマックスもいましたよね。ベイマックス。ほんまにそのまんま着ぐるみみたいなの着てはる人と、あれ、あの、カリフォルニアのあの、熱い熱い、外にいたでしょ。熱いのあの着ぐるみ着てな。すっごかった。いや、すごいわ。この人すごかったよね。この人って誰で見えへんやん。ガンダムの、なんか。あ、ガンダムな。おった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 。すごかった。ガンダムみたいな感じだったな。いまいちだな。だからみんなね、重そうに持ってる人とかも、ね、結構。もうこんな頭でっかと思ったしな、でもほとんどが日本のキャラクターね、ほとんどが日本のキャラクターのコスプレが多かったから、ほとんどそうですよ。だからすごいね、やっぱり日本ってアニメ認められとるわ。だからね、あの、僕ゴッドは見てないかもしれないけど、こうちょっといろんなところ見て回ったら、もうまんま日本の曲が日本語のまま流れてるの結構ありますよ。アメメママあった？アメメママそんなになかったですね。ダメだよね。アメメママあれがないとダメだよ。でもなんか結構声優さんのもちろんあれとか、水木奈々来てたよな。そう、別のところで、ね、俺会ってないけど、あの、だからとにかくどこにいるの、あの水木奈々。探してたのにいなかった。会場が広すぎて、行けないんです。私たちやっぱりその出店してるから全体見ることできないぐらい人が多いじゃないですか。なんか A ホール、B ホールなんかいっぱいあって、水木奈々どこにおってん。だからね、それはね、イベント会場なんですよ。遠いの？ちょっと離れてるんですよ。マイクロソフトシアター。俺バテたもんな。俺ちょっと荒れたらもう嫌になるから。あのね、その、いろんなエキシビターっていうんですか、その出展しているところはめっちゃあるんですけど、その他にそのイベントの会場があったり、あと漫画喫茶みたいなのがあったりとか、あとここは静かにしないといけないっていうね、なんか静かに漫画読む空間なんですよ。そんだけ凝ってんの、なんで食べ物がまずいの？だそこまで凝ってんの、食べ物があんなまずいとか、あれなんで出展 OK になってんの？それは出展してるわけじゃない、あれはあそこにずっとあるんですよ。あれコンベンションセンターにあるんですよ。そうですよね。ということは、あれ毎日ずっといるの？そういうことです。アニメ X 終わってもあいつらいるの？そうです、そうです。なんでクビにならないの？あんなもん売ってて。それはだってアメリカの方のお口には合うんですよ、多分。多分ですね。日本人の口には合わないだけで。そうなの？アメリカ人と日本人の口が違うの？味覚が違うんです、味覚が。あれ、インド人ぐらいじゃない？あれ好むの。いや、そんなことないですよ、多分。だからアメリカの人は、アメリカの人は豆食うの？じゃあ豆好きなの？いや、それは知らないです。俺の知り合いの、あの、あれだよ、トットラングレンっていうのは豆嫌いだぞ。それは知らないですけど、それは何、トルコ料理ですか、何料理でしたっけ、あれ。なんかあれ、ベトナムじゃないの？メキシコ。メキシコ料理は、ああいう感じです。だって私たちサルサ使ってたか。いや、サルサはなかったです。メキシコ料理だ、サルサあるかな。でも、そのなんで豆やねん。あそこはこう、ちょっと出店っぽいくなってたから、店自体がそんな大きくないんで、3個ぐらいしかメニューの中で3個か4個か。もっとうまいものあるじゃん、この世の中に。せめてマクドナルドのポテトとかでいいんじゃないの？あれポテト国家だから。でもマクドナルドも日本と味違いますよ。大味ですよね。うん、全然違うよ。なんかでっかいよな。俺、あ、マクドみたいなとこ行ったじゃん。そしたら頼んでもないけどポテトが過ぎてきた。あれお金入ってるの？ あれ金に入ったもんね。びっくりするわお前。あ、でもあれは頼んだんですよ、多分。なんかセットなんですよ。セットなんですよ。あ、そうなの。なんかコンボとか言われたから。何やねんコンボって。コンボはイエスって言ったらめっちゃ出てきたんですよ。あー、出てきた。ゲームのコンボじゃないですよ、一応突っ込んどいてあげますけど。はい。あれ頼んだんだ。なんだ、ただかと思った。アメリカ珍道中でした。はい、では一旦 CM でーす。はい。
輝いてるヒストリー愛はセンプテーション不思議な出会いをしたの彗星に導かれ神話と幻想な世界逆とリアルがこだまするハッピーハッピーワールド雫ハッピーハッピーワールドユニバーサルミュージック好評販売中どうかな、まあ、そういう感じで、うん、とにかくアニメエキスポはすごい人だといやもう人が多くてね実感しましたもともとほらあの雫ほらこのデビューしたばっかりだからユニバーサルからだから歌をしてくれって言ったのよそしたら歌はありますからあるに決まってんだろって話でした、うん、そしたらなんかそこのブースがやたら高かってやめたようんまあそうでまああとねあれ歌うのにブ普通歌ったらギャラくれるじゃんあのブースを買って歌うのよどういうシステムなあのアニメかって、うん、まあねあとねそれとやっぱりアニメソングになってないとね、うん、やっぱりそうそう、うん、アニメソングになってますからったらアニメには今キャラクター作ったけどアニメに なってないよって言ったらダメなんだよなだからもう来年はこのマーズベイビーねこの T シャツ着てくれてますけど、うんうん、マーズベイビーがヒットしてそのテーマソングに私の曲がなって、うん、それでアニメエキスポに出てみんながわって言うっていう例えばヒットしてもあいつらはブース帰って言うぞ、はいいや、うん、いいんじゃないですか別にブース買っても売れちゃう、ね、売れるんならあ, そ う, あそういうことかそうですよ売れないのにブースを買うとブースだけが損するなそうそうそう売れてると回収できるってそうそうやらなくてよかったじゃんだから結構みんな高い100人以上まであんまりでもマーズベイビーもなんかぬいぐるみサンプルしかできて上がってなかったですけどサンプルを持って置いてたら欲しいとか結構言われたんで、うん、どうやって買えるのか売れないじゃんあの法律に触れるんだよなあれ、うんPR で言ってるのに販売したら逮捕するんだって、うん、アメリカがだからいろいろあったんで、うん、販売はできなかったんですけど、うん、でも、まあ、結構手応えはありましたよね、うん、ハワイめっちゃそうキュートとかで言ってもらえたんで、うん、あ結構アメリカの方でもそうキュートに欲しいの違うそうキュートでとっても可愛いですねそうキュートね、うん、そうキューに欲しいって聞いた、まあ、日本人だけじゃなくて、うん、アメリカの方の目にも可愛い映るんやなと、ピンクで目立つもんな、ねうん、今日これ持ってこいと思ったら忘れちゃったよ本当に、うん、ねえ、ね、っていう風に言ってもらえたんで、うん、まあ売れる可能性はありますよ、うん、ありますよっていうかまあね売れてほしいよねだからあとはもうゴッド次第ですよ、うん、ゴッドが真剣にやるかやらないかだけですよ、ねまあ、頑張って歌ってるねいやそれは私が歌うだけじゃダメじゃないですか、うん、マーズベイビーがこうもっと大物にならないとアニメになればなればアニメなかなかなれへんのこれだからそれはゴッドが頑張ってくれることが大前提ですからね、うん、まあねもちろんねやる気あります、うんおるちゃんとやってくださいよ、うん、いやこんなにやる気ある男が珍しいよマーズベイビーの人生もゴッドにかかってるんですからああ そ, うです、ね、そして私たちの人生もゴッドって名乗ってること自体がやる気あるなるほどいやもうちょっとそれ分からないですよねはい、まなでした無宗教でありがとうございますしずく財団ワルツハイマー誰がワルツゴッドと
技術のこれが一番ワルツですよね。ワルツハイワルツハイマーワルツハイマー始まりました。一番さんと一緒にゲストを迎えし様々なお話をするコーナーです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしく。一番のこ、番組始まりましたけども、うん、はい、暑いですね。あ、暑いね。脳がとろけてる。いや、いつもだよ。いつもね。いつもいつも、はい、うん、どうですか。どうですかじゃないよ。うん、いやー、素敵なゲストをね、今日も来てくれてますよ、うん、はい、後で紹介しますけど、お連れしてくれてますよね、はい、はい、暑いと、今日本当浴衣で来ようと思ったんですね、うん、拙者も、あの、なんか、暑いから、いやいや、夏だからね、まあ、夏だから今年はやっぱ浴衣着ようと、来月だともう9月やからな、うん、あ、確かにそうですね。あ、俺浴衣ってあんま着ないのよ。浴衣こんなばっかりだよ。いや、こんな夏にこれ暑いよ。暑いよ。めっちゃ暑い生地。俺空気通さへん。そうやねや。だから暑いねや。だから俺はあの学生でも暑かった一人だけ。いや、なあ、いつも聞くけど、うん、どこに売ってんのその。本当に着てる服が珍しいよね。そうですよね。日本人あんまり着ない服着てるから。謎の仕入れ場所や。うん、今日も、これ、はい、結構トラなんだ、トラ結構やってきたね、うん、何を1年ぐらいやってる。1年です、あの、去年の9月に始まったんで。あ、じゃあちょうど1年。もうちょうど1年。うわ、おめでとう。ありがとうございます。あ、宇治神さんで貼ってて。もう1年なの。もう1年経ってね。1年です。これが一番になって。そう、早いな。だってうちの番組3年目だもんな。そう、今3年、うん、でももう3分の1やってんの、はい、俺の番組、うん、俺の番組って俺も占領されてるお前って、そうや、大家は君、大家は大家はな、俺、はい、そうそう、借りてる、借りてる。じゃあ、あの、分かりやすい。今日はね、本当に、はい、今日アイドルが来てるからね、うん、アイドルが来てるから、うん、これすごいよ。いつもと全然違う感じだけど。ああ、うん、ね、いつもおっさんと おっさん多いけどね。あの、なんかいろいろ話を今日、うん、はい、パワーがあるからね。ピチピチのアイドルが来てるからね。ああ、20秒後に出てきますからね。なるほど。じゃあ、あの、現在のね、もう今日なんか、いや、今日は賑やかになりそうだね。賑やかね、うん、会場もなんか賑やかね。はい、そうですね。なぜか、ね、あの、うん、あれ小池百合子さん、おめでとう。はい、では一旦 CM でーす。小池さん、つながってんの？つながって恋というななストーリー、心はメロイゴーラー、星は輝いてるヒストーリー、空はグラデーション、これが一番。はい、本日のゲストです、はい、サムライローズ改め情熱ドリームの皆さんです。改め、はい、よろしく。ピチピチです。ピチピチアイドル。ピチピチです。情熱大陸って言いそうな。情熱ドリーム。リーダーリーダー、これ行きましょう。あ、じゃあいいですか、自己紹介で、はい、私たちアラフォーアイドル情熱ドリームです。はい、はい、俺さ、今日の今日までサムライローズって一人だと思ったのよ。サムライローズでアンジェリカっていう人が一人でやってると思ったのね。いきなり楽屋があって、アンジェリカどこ。違う
誰も言ってないアンジェリカ。でも言うんだよね。あ、それは昔前にいたメンバーですね。初代ってこと？初代。いや、2期メンバー。2期なの。ね、はい、俺なんかとにかくサムライローズって入れたら彼女がボーンと出てきて、あ、サムライローズのソロな子はこの子かと思って。それでみんなに言ったのよ。俺、うちの人間にアンジェリカ来るぞって言って。アンジェリカ来なかって、4人持ってたから。ほんで俺聞いたもんね、どの子がアンジェリカって言ったらみんな全然違うかった。でもアンジェリカじゃない。アンジェリカ。行列。そんなアイドルいない。あ、じゃあお一人ずつ。そう、自己紹介。はい。お願いします。はい。じゃあ一応、情熱ドリームというか、アラフォーアイドルプロジェクトということになってまして、リーダー兼代表取締役、ナオでーす。ありがとうございます。リーダーね、リーダーね。会社にまだなってないんですけど。代表取締役だね。なるほど。はい、じゃあ私は情熱ドリームのオタク担当リンゴです。オタク担当リンゴちゃん、ありがとうございます。じゃあ後ろの方、じゃあ私の方は情熱ドリーム隠れキャラ、はい、いちかです。はい、いちか。なんだその隠れキャラ。あんたポケモンか。あんまり出勤じゃないよ。出勤じゃお店が出れない。欠勤が多い。欠勤が多いですよ。はい、じゃあお願いします。はい、はい、情熱ドリームビジュアル担当、なんちゃってお笑い担当 KOKO ここでーす。明るいね。情熱大陸ってのはどういうこと？どうして大陸ちゃいますね。ドリームドリーム。今更ボケてどうするの？情熱ドリームの名前の由来は？いや、いくつになっても熱い情熱を持って夢を追い続ける。はい、なるほどね。いいことです。いいことです。オタクキャラってどういうことなんですか？秋葉け？リカちゃん人形が集めてるのか？それ結構マニアックですね。秋葉ね。秋葉系なんですね。そうですね。メイドにいるの？メイドにいたいですね。今からでも雇ってくれれば。秋葉ってメイドがいっぱいいるもんね。俺も歩いてたらメイドちゃんから声かけられて、どっか入りませんかって言われて、目が悪いからやめとくって言って、それで終わったんだけど、一瞬で終わって。すごい断り方ですね。だってほら、サングラスかけてるから見えないじゃん。女の子の顔も見えないから入らないじゃん。取ればいいじゃん。取ればいいじゃん。店に入ったら取ればいい。確かに。夜中でもそれが危ない。危ないよ、本当にもう。それだけと見えないな。ワラプの階段降りらない。あ、そうだね。今、何のオタクだっけ？私ですか？なんと、まあ、アイドルオタク、まあ、いろんなもの結構好きなんですけど、ジャニーズわかりやすく、ジャニーズ、あ、女の子の方が好きですね。ピンクレディ。ピンク古いな。今もっといるじゃないですか。AKB とか。そうですよ、モモクロさんとか。その世代ね。その世代です。俺ピンクレディだもん。キャンディーズとか。アイドルオタク、ピンクレディ。まあまあね。アラフォーなんですよね。アラフォーって何よ、意味がわかんない。そこから説明しないよ。俺の場合はね、俺の場合はアラマーだ。アラマー。アラフォーって何よ。じゃあアラマー世代でいいよ。アラマー世代。まあ世間的には35歳から44歳までアラフォーって言うんですけど。なんでもげて。35歳から44歳までがアラフォーって言われてるんですけど、世間的には。でも私たちは心がアラフォーなら OK なんですよ。心が心が気持ち。要するにアラフォーっていうのは結婚してない女性ってこと？違う。年年齢で名前がついてるの？40に近いってことよ。そう、アラウンドアラウンド40。あ、こんなもの知らんしか嫌やねん。そこで終わるからもう続く。後で聞いてくれ。俺の番組にアラフォーっていう言葉がないんだよ。俺の番組は。番組にアラフォーっていう言葉がない。どうですかね。今まで3年間やって、その言葉が初めて出てきた。初めて。アラサーとか。ないの、アラサーって。アラフィフとか。アラフィフ。アラカンとか。知らないの。言いますよね、今。アラシ勘十郎じゃないよ。アラカンなんかあんの？アラカンなら嵐感じる。それはわかる。あ、それギャグな。これやばい。オッケーオッケー。アラフォーか。アラフォーや。アラフォー。もうええ。あ、もういいか。うん。なるほど。ざっくり。ざっくり。大体。若いよ。リンゴちゃんとか若く見える。そうそう。あ、本当だね。ほら。テレビ通じてみんな20代見える。あら。テレビ通じて20代に見える。いい表現。年齢は皆さん公開されてるんですか？今
非公開。今非公開だ。いい聞き込みだ。普段何をやってるべき。あ、そうだね。普段が来たね。何をやってるんですか。あ、普段はまあみんな一応普通の生活をしてる、あ、普通の生活とか、まあ仕事をしていて、仕事を、はい、終えるか、私は一応営業をやってます。営業、はい、営業、営業で、メイド喫茶本当に夢を売ってます、夢を夢普通の喫茶店だよ、アバウトすぎる夢を売ってますね。ココちゃん何モノマネ喫茶？モノマネ喫茶ありますよ。モノマネって今でもできる、でもできるんですよ。モノマネできるんですよ。なんかそんな感じですか？今ちょっとやってた。今やってるけど気づかれてない。気づかれてない。ユウさん？ユウってあれあのタレント？そうそうそう。工藤静香と思ったよ俺。ちょっとまた世代が。そっちもいける。ああできる。踊れんの？踊れんの？一応アイドルですか？マジですか？一応アイドルなんですよね。踊れるってすごいよね。なんか彼女の名前、彼女の名前がさっきほら、そうなんですよ。そうなんですよ。俺がつけてあげる。みんな喜べ。お？え？今日の目の前につけたら。似た名前の子がいて、そうなんです。子がいて、いちかだと分かりにくいから、いつもそうなんです。え、どっちみたいな感じになっちゃうので、キカとキカでメキカとか、メキカ族。違う違う。いちかさんがいるんですね。そうなんです。いちかさん。そうだ、いちかなんで。ちょっとややこしいから。ああ、なるほどね。なんで、さっき合衆でごと言ったんだけど、ここで発表するっていう。ああ、そうだ。そう、まさかの。じゃあ言うぞ。いちか、新命名。4から行こう。3、2、1。彼女の名前。すぶたちゃん。それそれそれさっきと違うやん。さっき違う。さっき違いますよ。あ、さっきピンクのほら服着てるからスモモちゃん。可愛いだろ。スモモちゃんで。スモモちゃん可愛いですよね。可愛いと思うよ。そうそう。いいと思う人。いちかよりいいと思う人。ああ。なんかちょっとそうだった。ダメだ。ダメだ。あれえ？いちかが可愛すぎました。いちかがいい。通ではスモモちゃんで。え、スモモちゃん可愛くないですか？可愛いよね。え、いいんですか？でもそんな可愛い名前で。可愛い。いい感じです。アラフォーだからいいんじゃないの？名字は。名字はない。江戸にして。江戸練習しないと。みんな一緒に喋っちゃダメ。番組だから。そうですね。順番でも可愛いと思うよね。じゃあ一応決めて、まあ一応江戸相撲にしておこう。いいですか？そんな素敵な名前いただいて。ありがとうございます。ファンは納得しない。江戸相撲で。本人が一番ね、決めればいいと思う。気に入ったらね、それで使ってくれて。いいんですか？ありがとうございます。CM です。はい。カバー。私はですね、この船長の格好をしてますけども、船長ではありません。これは、ジャム船長というキャラクターでやってるんですけども、実際は、蛇使いです。もっとおかしいかもしれないですけども。実は数学の教員免許を持っております。はい。メガネかけるとちょっと賢そうに見えます。で、今日なんかちょっとだけ歌おうかなと思っておりまして、番組でも歌ったダイヤモンドをちょっと歌います。えい。はい。ダイヤモンドだね、ああ、いくつかの場面、ああ、うまく言えないけれど、宝物だよ。写真をスタジオのとこから撮って、それで撮っちゃいたいと思います。どうぞ。どれが PR やな。行くか持たせるかなと思いきやそうじゃなくてですね。はい。
世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル。映画、音楽、アニメ、レトロ、スルハゲ、ゴッドチャンネル。生活、雑学、教育、クイズ、動物、ゴッドチャンネル。笑える、学べる、楽しめる、ゴッドチャンネル。今日の一番、そうそうそう、今日の一番、ね、俺考えたの。ゴッドと技術のこれが一番。はい、というわけでこれが一番のコーナーでーす。じゃあ毎月やってますが、今日はですね、皆さんにこれ、今一番気になってること、もの、人、どれかを一つ答えてください。オッケー。はい、じゃあまずリーダーからいきますか。はい、そうですね、やっぱりね、個人的にはなんかハンディ掃除機を何買おうかなっていうのが気になってるんですけど。ハンディ掃除機え、でもあの今言えばやっぱりこのアラフォーアイドルプロジェクトをどうやってメジャーにしようかっていう、それは確かにだね、一番の気になってることですね。ことは一番気になってることですね。リーダーとしてな、はい、素晴らしい。はい、じゃあリンゴちゃん、はい、え、終わりも今日早い、早いの、ここ人数が多いもん全然聞かない、そこ掘り下げちゃう、あ、そうなんだ。私ですか、私も本当今ナウのナウでいいですか。ナウ、ナウ、ナウでいい。今ナウね。氏神さんのすっぴんってどんなのかな。俺のすっぴん見てない。見てないですよ、まだまだまだ。じゃあ今度それ気になってるんだ。気になってる。なんかすっぴんでもしお会いしても気づかないと思うんですよ、私。ああ、そうかもしれない。そういうのが、毒面族はありそうだけどね。そうですよ、毒面族。タイガーマスクとかも毒面族。はい、次。はい、もう終わり。早い、早い。じゃあ、あれ、ココさん最後のがいいんじゃない。ダメ、最後にお笑い担当。お笑い担当は。じゃあ、スモモちゃん。はい、あの、さっき新生のスモモで。今ですね、気になってるのは、まさにコラーゲン、アラフォーなんで。そろそろコラーゲンが生成できないからなってるから。外部から取り入れちゃう。ガチだな、それ。光合成みたいな。コラーゲンって光合成。光合成して。コラーゲンって何よ。知らんこと多すぎる。ねえ、そんな難しい話はさ。江戸コラーゲンにする。あの、あコラーゲンするのこと。サメの油塗ればいいんだ、サメの油。そうです、魚のヒレとか、イカのヒレとかな、いいよ。そうです、高級食材。じゃあまた後でね。はい、掘り下げない。はい、次行ってみよう。はい、ビジュアル、いやいやいや、おい、もういい、もういい。お笑い担当ですので、やっぱりお笑いの人にすごいやっぱ気になる、一番気になる。例えば、じゃあヒント、今一番来てると思うんですよ、お笑いで。ちょっと当てさせたい。お笑いで当てさせたい。いいですか。お笑いで今一番来てる人って誰。ああ、分かった、分かった。え、何、物まねしてんの。分かった、分かった。全然分かんない。俺、お笑いの人知らないもん。あ、ハゲてる人。ハゲてる人だ。トレンディエンジェルだ。ペーパーペーパー。サイトだよ。誰よ。え、めっちゃ歌が上手いねん。そうね。うわー、そうだよね。物まねも超上手い。なんで知ってんの。え、だって出てるもんよく。トレンディエンジェルも。なんで何も知らないの。なんでいろんなこと知らないの。テレビ見ないのよ、私。なんかさ、だいぶ前になんかすごい歌が上手い人、なんか声だけ、誰、このめっちゃイケメンがおって、誰が歌ってるかっていう、あの、アテレコみたいなしてて、その人が歌ってもうめっちゃ上手くて、でも声だけ聞いたらめっちゃイケメンやね。何を歌ってるの。声だけイケメン。何を歌ってるのよ。今 CM でイケメンの最初、これ誰誰。そうそう、なるなる。あ、分かった、あの、僕つけ麺とかやってるあの子。違う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 、あれ、カノン、カノン。じゃあ、ハゲてる人が好きなの。ハゲてる人が好きなの。いいと思います。あ、そうなの。別にそこ、トレンドエンジェルって名前のハゲデブチビが。女なの。え、ハゲデブチビですか。三択。私、チビ、チビが好き。だって、トレンドエンジェルって名前はね、女と思うじゃん、俺。名前から言ったらトレンドエンジェルだから。女がハゲなの。違う、男だ。あとで見せるか、ちょっと。じゃあ、静かに行こう。私は、こうなんかやっぱりそのアラフォーっていうか、こう少し年齢が高いアイドルの方たちがちょっと気になっていて、この間も出ていただいた方がもうアラカンアイドルなんですね。そうなんです
すごい元気でミュンとヤヨさんって知ってる。あ、ご存知ですか。それあれ関係の。あ、もうだから来た、ね、そう、そうなんですよ。これ知り合い。あ、そうなんですか。そうだから皆さんがすごい元気で、なんかすごいなんか嬉しくなるというか、あ、もうこれから私ももっと頑張れるなみたいな。希望だよね、希望。あらかんらしいです。かんって何の略。還暦です。素晴らしい。還暦。還暦で60じゃん。そうです。それは知ってたな。あ、だってミュンこれこの番組も出てんの2回ぐらい。ミュンとヤヨさんは55歳ですから、お二人とも。還暦じゃないんだ。いや、だからもう55なんで、そう、入り口に入っちゃったんですよね。55近くにして60になるんだ。そうそうそう。そうだから。あ、俺はやっぱりね、今一番気になってるのは、上海ディズニーの俺の店、オープンできるかどうか。これが一番気になる。金払って、ほら、ね、うん千万も払って、で、もう2ヶ月も3ヶ月も経つのに店が立たないのよ。上海ディズニー、やばいじゃない。で、今ほら、あの巷でいろいろ調べたら、あの詐欺が多いんだって。もう店舗も見に行って、ちゃんと店舗も店でオーナーも出てきて、これで大丈夫って言ってお金払って、それで店舗がいつまで経ってもできないから、次行ったら違う大家がいるっていうね。怖い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 。そういうマジな話はやめてください。マジな話はちょっと終わってからしね。終わってからしましょう。まあまあでも大丈夫とは思いたいけど、でもまあもうね、二月超えたんで、今一番気になってるニュースだよ。もうオープンして1ヶ月経ったっけ。もう1ヶ月経ちましたね。もう経ったな。いや、ディズニーがオープンしてるの。俺の店がオープンしたの。オープンしてないの、お店が。中でやってる。そうそう。あの、中というか、外側です。ディズニータウンっていう、この全体の。シャッター商店街になってる。ディズニーの中でシャッター商店街。そうそう。いつ見ても中国から送れてくる写真は、工事現場みたいな写真やねん。できてないの。で、今配線工事で、2ヶ月前も同じや。なんか変わってんのに、あんまり。中国で行ったけどね、中国で絵描いたんだよ、商店街なの。本当に2軒ぐらいしかない。いや、日本みたいにほら、バーってあると思うじゃん。行ったらね、その辺で終わってんのよ。あと絵が描いてあったの。え、カフェにですか。北京オリンピック。びっくりした。すごい。1軒ね、この前の2軒だけすごい、あのちゃんとした宝石。うわー、すごい商店街だって。2軒でカフェ、あの、テレビでよく見るやつあるやん。あ、今さ、インキンハリボテみたいな。びっくりした。裏もうすごい貧乏な人。まあみんな願っといて、俺の店がね、できたらみんな遊びに来れるよ。あー、行きたい。ディズニーが何か一緒に押しかけて。すごいでしょ。ディズニーツアー、ディズニーツアー。上海ライブ。上海ライブ。あー、いいですね。そうそう。じゃあ内上さん。俺はね、今ね、俺のマンションの横に急にあの外国人がいっぱい、毎週違う外国人が入ってんだけど、これ民泊と違法民泊をやってる。俺の隣のやつ部屋が最初はずっとそうじゃなかったけど、今なんか毎週違う外国人の人が出てきて、昨日もなんか変なハローとか言って、毎回帰る時にウェルカムってこう置いてるから、これ絶対民泊してる。民泊やー。でも違法だと思います、きっと。あ、違法なんですか。だ、そこの困ってんだよ、それね。隣のなんか部屋がわからないから怖い。なんか変な、確かに変な人が来る可能性もありますもんね。シェリル・リンみたいなの来てもらって、わーわーって歌ってる。え、マジですか。怖いでしょ。それあれ、多分幽霊だよ、オペラ歌手の。オペラ歌手の幽霊。本物みたいな。具体的ですね。黒人みたいな来て、こんなパーマかけて、こういう人じゃん。それは普通住んでる人だったら絶対一人か二人だから、でも家族でもないね。もう何十人も変わってるから、きっとこれは民泊だ。だって毎回ウェルカムってかけて帰る。自分のドア。かわいいね。はい。それしきになる。ずっと開いてるのそこ。ちょっと今怖いでしょ。日本もね、たくさん移民が。テロちゃうか。違います。移民が来るから、移民を受け入れるので今怖いから、日本もね、もうね、リオオリンピックも明日から、明後日から、そうですね、今週から始まるけども、はい、どんな感じ。余ったよ。あ、でも東京オリンピックに向けて民泊のやつがなんかちょっと緩くなってくるんでしょ。だからあのロンドンみたいに、ロンドンでイギリスみたいに、あれ移民が入ってきたらもう日本みたい。日本は今までちゃんとした国家だった、みんな優しかったけど、だんだんね、変な人ばっかりになる。怖い、占領されていく。怖い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 。民泊でいくらぐらいで泊まれるの？知らんが。え、泊まろうとしてるってことですか？内上さん。なんで泊まろうとしてんねん。ゴッタさん、隣に住んでるってゴッタさんじゃないの、もしかして。時より夜中に何してんのって電話かかってくる。俺、何？横から電話するの？コーラ飲んでる。コーラ飲んでるけど。
じゃあ、あとでね、うん、じゃあ時間なかったら CM 明けに、うん、告知をさせてください。あと10秒何か言いますか。リンゴとスモモ、ココに、ココに、覚えたよ、リンゴとスモモに、ココに、わで、なおです。なおね、なおです。じゃあ CM でーす。アンデリカどこ行ったの。涙と血となるストーリー。お前は誰もが魅力引きつけるジャンキーボー。空間と闇夜を切り裂く魔球とアフレコのサインと進化する心も無限さを食べ、うんうん、手に求めてる、うんうん、愛を探してる。栄光の先には孤独があるのさ。あれかね。ゴッドキャッチャー。はい。はい。じゃあ告知をお願いします。はい。じゃあ先に私たちアラフォーアイドルプロジェクトの情熱ドリームの告知をさせていただきます。うんうん、はい。今月8月13日土曜日ですね。うん、夕方5時20分からすみだストリートジャズフェスティバル2016すみだ、はい、この辺もう近くなんです。すぐ近所、錦糸町の親水公園のステージに出させていただきます。はい、ぜひよろしくお願いします。17時50分出してください。続きまして、はい、8月30日火曜日ですね。こちらは渋谷のライブハウス、渋谷ミルキーウェイというところで、うん、コラソンウェイボリューム6。コラソンウェイ、はい、こちらあれですね、アイドルの若いアイドルの皆さん、はい、コラソンってどういう意味。これはなんかね、スペイン語で魂かな、うん、おー、はいはい、コラボレーションのコラボね、はい、うん、大体そんな感じですね、はい、大体そんな感じ、はい、こちらも定期で出させていただいてるイベントです。はい、ありがとうございます。はい、そしてジガミさんの告知がこちらです。8月15日に、うん、渋谷のラママで、これね、日本で一番暑い夏って言ってやってるのが、うん、ロックと酒と世界平和お盆の日だね。8月15日なんでね、思いやすい、思い出す、はい、日本酒飲み放題、あと、そうめん食べ放題、またそうめん、そうめん好きだね、そうめん食べ放題好きなんだよね、ここの社長がね、はい、そうめんね、いろんなのが、ね、天ぷらとかいろいろ好きです、はい、そしてこちらで、とりあえず歌舞伎ロックスがね、一夜限りで復活しますけど、吉祥寺で復活って、今解散してんの。いや、解散はしてないけど、うん、無期限休止、無期限休止してるとりあえず一夜限り、一夜限りの浮世の夢を復活させるんで、それは10月です、10月7日金曜日、はい、吉祥寺の、クレッシェンドでやります、よろしくお願いします。はい、30秒いいね、はい、歌舞伎のどうですか最後、はい、言うことあったら、言い残しことあったら、言い残すことは、はい、うん、リーダー、私たちもここのスタジオでいつかやれるようになりたいですね。ここでライブをやればいいね。そうだね。あ、ライブ、今考えてんの、うん、ゴッドチャンネルライブっていうの考えてるの。あ、まあ、ね、言うだけかもしれないんで、うん、気をつけてください。はい、絶対先密、先密ごと、先密ごとしか言わない。ここでこうライブ、ライブイベントをぜひやらせていただきたいね。9月6日で、ありがとうございます。頑張って。